全国で800回以上開催の就活イベントニーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル、内定チャンネルお悩み相談所、今回もですねマーチ25卒の山本さんゲストお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この企画はですねゲストのお悩みを我々で相談解決していくという企画でございまして、早速事前にご用意いただいている質問に答えていきたいと思います。では3つですかね、1つ目、ご質問どうぞ。はい、1つ目の質問なんですけれども、私コンサルを目指しているんですけれども、やっていけるかっていうのが少し不安でして、向いていない人の特徴はどのような人か教えていただきたいです。ちなみにコンサルの定義なんですか？統合コンサルタントを志望しています。やっていけるかわからないっていうのは何が思ってるんですか？要はその全然仕事で成果出せなくて出世できなそうとか仕事振られなさそうとかっていう成果の部分もそうですし、一回就活の本でずっと資料を作ってるみたいな書かれていて、それに対してちょっとパソコン業務苦手だしみたいなところで向いているのかなっていうのを不安になって質問しました。これはじゃあコンサル経験者の鴨本さんに。パソコン業務苦手で向いてないなと思ったのになんでまだ行きたいんですか？そうですね、やはり成長とか給与の面で志望しています。ああ、でもパソコン業務ずっとやるっすよ。何年も多分ずっとパソコンで資料作り続けますよ。てかパソコンで資料作る以外の仕事1割っすよ。外で誰かと喋るとか営業とかではなくても本当に資料を作ってっていう。そうです。ってなるとそのパソコンが苦手だったり長時間デスクワークができないっていう人には不向きっていう感じですか？はい、不向きです。なるほど、ありがとうございますだから向いてない人ってどういう人って言われたらなんて回答するかっていうと、その業務内容をちゃんとイメージできてない人だ。なんかコンサルって一番体とイメージの差が激しい気がしてて、コンサルっていう名前がついてるとすごいことすんじゃねえかみたいなイメージ持つんですけど、やってることはすごくても自分がじゃあ目の前で一社員がやることって何かって言ったら、そのすごいことの中の一部の資料作りとか、資料ってのはパワポで資料作ることもあればエクセルにひたすら作業することもあればっていうのも含めてですけど、戦略コンサルタントとか関係なしにパワポ作りとか資料作りはもうずっとしてるっていう内容ですかね、仕事内容として。それが仕事です、むしろ。わかりましたありがとうございます。僕の周りでもコンサル行った人の話とかたまに聞きますけど、とにかくエクセルさえ早ければすぐ終わるとか言ってるやつもいました、ねうん、だそいつはもう16時とかに終わってるみたいな、エクセルが早すぎて。まあでも多分終わるっていう概念もない気がするけどね。だから多分向いてないっすねそうですね、なんか今お聞きした直感的に、自分には向いてないかなって思いました。で僕も向いてなかったです、入って気づきました。っていうのはどういう面でですか？資料を早く作れるのがかっこいいっていうカルチャーなんで、少なくとも僕がいた部署とかでは。でもそれを僕がかっこいいと思えなかったんですよ。かっこいいと思えない人にこれできるようになったらかっこいいぜキラーみたいに言われて、全然かっこよくないんですけどってなっちゃって冷めるみたいな。その時点で成長しないじゃないですか。むしろ僕前職のベンチャーではいかに資料を作らずに売り上げ作れるかみたいな、営業の時にいかに資料を作り込まずにアドリブで受注できるかみたいなところがかっこいい人の象徴だったんで、うん、まあそのカルチャーが真逆だなと思って。コンサル自体のカルチャーがもう合わなくてっていう感じです。僕はそうですね、はい、ありがとうございます、参考になりました。では2つ目のご相談お願いします。2つ目の質問が秋以降の就活の進め方です。僕は夏でインターン何社か参加したんですけれども、その後の秋冬インターン、そしてまあ本選考に向けてどういった動き方をすればいいのかなっていうのを教えていただきたいです。そもそも就活いつ終えたいですか？もう最終的に行き先決めて意思決定で終了っていうのは。そうですね、まあ早いに越したことはないと思うので、まあ、よく言えば3年生のうちに内定もらえればなと思うんですけど。となると秋以降本選考をどんどん受ける方がいいと思いますよ。インターンではなくて本当に何かその企業理解につながるとか身のある複数デイズインターンとかなら参加してもいいと思いますけど、まあ、大体ワンデー系のインターンってなんか参加して分かった気になるだけでそんなに威力ないので、結構早めに始めてサマーゴリゴリ行ってきたみたいな感じですか？そうですね、3年生の6月頃に始めて、まあ、すぐいろいろインターンとか選考を出して、まあ、6社7社ぐらい行けてるかなっていう状態です。まあ、よほど気になってる業界で未接触のところとかがあってそこが本選考やってなくてインターンしかないんであれば、まあ、秋冬インターン行ったらいいかもしれないですけど、そうでないんであれば、まあ、先ほどのイエスとかの諸々の完成度も含めて見ても本選考で経験値積んだ方がトータル手取ればいいかなと思いますけどね。で早めに泣いてもらう、面接とかはどんどん本選考を通じてブラッシュアップするっていうのが一番いいです。そうです、で早い時期ほど
結構フィードバックもらいやすかったりとか、なんか企業側も早期選考は丁寧に対応しよう、別に早期の人ほど就活習熟度が高くない人が混入している確率が高い、ただそういった人に対して企業側のイメージを良くするとか、企業に対しての意向志望度を上げるためには早期ほどフィードバックもらいやすい環境ではあるので、全体感で、あくまで。ああ、分かりました。じゃあもうどんどん本選考受けていきます。ありがとうございます。ではラスト3つ目どうぞ。はい、最後がもし不愛想な人事の方に面接で当たった時の攻略方法ですね。ちょっとこれは夏のインターンの面接なので、サバサバ人事さんに当たってしまって、でもなんか深掘りというかあんまりされなくて、15分ぐらいの内容だったんでパンパンと終わってしまって落とされてしまったっていう経験がありまして、そういった際の対処法を教えていただきたいです。1対1の面接ですか？そうですね、1対1の面接です。その時ははい、サバサバ人事だなっていうのはなんかどのあたりで認定したんですか？もう最初の自己紹介したその対応が最低限というか、質問1個が口から投げられて、この深掘りもなく次に次にみたいな感じでっていうので、淡々とサバサバみたいなイメージを湧き上げました。機械的にテンプレ質問だけどんどんぶつけられて答え回収されてる感じみたいな。あ、そうですね、その状態が一番近いです。何を見られてると思いました？ちなみにその面接では、その面接自体は直感でその会社に合うのかなっていうのを見てるかなと思いました。なんか深い人間性っていうよりかはもう淡々とその用意された質問に対して受け答えの中で直感的に判断されているのではないかなって思います。でもサマーインターンの選考ですよね？そうですね、サマーインターンの3 days だったり複数 days のインターンです。逆質問の時間とかありました？逆質問なかったですね。もう15分で質問バンバンバンとして終わり、なんか最後に一言だけ設けられてでもう終了って。決まってた説とかですかね、正直な話。まあ決まってた説か、回答内容というよりは回答の仕方とか話し方から、まあ、いわゆるその地頭、頭の回転の速さ、言語化能力みたいな能力値だけで測定されてジャッジされたっていうパターンかどちらかかな。サマーでそれやる会社結構ザ人気企業というか、人気に対して採用予定人数があんまり少なくて、古い落とし型の採用できる企業かなと思っちゃいますけどね。そうですね、その企業は日系の大手企業だったので人気だったのかなと思います。ちなみに完全カットしますけど社名教えてもらっていいですか？あー、なるほど。多分能力値見られてるんじゃないかなと思います。わかりました。攻略法としてはもう頭よく振る舞うじゃないですけど、その答え方の修正というか改善が必要っていう。そうですね、なので不愛想な人事というよりはその機械的に淡々と聞いてくる場合はクエスチョンに対してのアンサー QA ずらさずに端的に定量的に回答すると。なんか人間性とか雰囲気とか人となりみたいなところで勝負しようとは思わずにっていうところができるアドバイスかなと思います。あ、分かりました、ありがとうございます。他何かありますか、浜本さん、不愛想な人事。別に人事とか限らずですけど、愛想が悪い人も愛想がいい人も優しくされたら嬉しいもんなんで、同じ人間なんで、不愛想だからといってやばい何かが思われてるかっていうと、意外とただただその人がコミュ障なだけっていう説が高いんで、むしろコミュ障な人ほど普段優しくされる機会がないので、優しくしてあげると逆に喜ぶみたいなこともあったりするんで、こちらから仕掛けていきましょう。相手が不愛想なら面談だとあれだけど、その飲みの場とかだったら不愛想な人いたら、なんか僕のこと嫌いじゃないですかみたいな感じでこっちから行くとかっていうので、そうすると全然そのことないよとかって、そういう人ほどさ意外と絡まれたら嬉しかったりするとかね。はい、同じ人間なんで上も下もないんですよ。だからビビらないことですね。わかりました。じゃあそのサバサバに対してこっちも落ちちゃうんじゃなくて、もう仕掛けるっていう意識して、サバサバの面接官と面接した時の空気が沈んでるんであれば、それはその空気を面接官が作ってるっていうことなんですけど、多分同じサバサバの面接官に対してもなんか空気が明るくなるやつも絶対いるんですよ。どっちが空気作るかっていう話で、飲まれないこと。じゃあちょっと明るい空気で振る舞うっていうのを意識します。テニスで学んだでしょそれは。確かに。じゃあそんな感じで、はい、はい、お悩み相談所でした。ありがとうございました。ありがとうございました。